毛利広志元は、室町時代の武将。秋国の国人、毛利氏当主。父は、毛利光ー・ヒ坊。陽名は、正友太郎。はじめは、父の一字を受けて、広志坊と名乗り、後、広志元に改名。なお、広志の字は、当時毛利氏が従属していた秋、貧乏守護、山名時弘の変記を受けたものである。影響8年、父の死去により、家督を継承する。 永京九年、第六代将軍、足利義則より上京の命を受け、機内へと出陣することとなった。過吉二年、過吉の乱に際しても、無本を起こした赤松光介を撃つためにわざわざ、針間まで出陣している。長六元年、諏訪を本拠とする、大内則弘が、秋分軍主語、武田信繁、信忠伏の居城、佐藤銀山城に侵攻した際にも、 幕府の命令により、吉川の京羅と共に、武田氏への支援に当たった。このように幕府への忠勤を励んだ、広島とであったが、干渉4年に、毛利氏初家の犯行を受けることとなり、初家の中には幕府に対して残言するものもあって、結果として、領地の一部を赤書として召し上げられた。翌干渉5年、嫡男の豊本に治療を取り戻すように遺言して死去。 所領奪回は豊本へ引き継がれることとなる。死没年月日は夏季一年4月12日。ありがとうございます。